はじめに血液型と性格は関係ないらしいぞ。ネタで見てね。実はさ、初デート失敗しちゃってさ。ちゃんとプラン考えたん？あ、いや、距離詰めすぎたんちゃう？もう少しうまいことできたんちゃう？なあなあ。イエー、ドッキリです。死ぬな、チグ。なんや、ドッキリか。俺やっぱ浮気されてるかな。気にする必要ないって。うん、そんな悩むくらいなら別れて他の人と付き合っちゃえば。やっぱりそうかな。そうすべきな気もするんだよね。普段から小さい悩み事は大きくなるって分かっているのにさ、ブツブツ。すごい早口。おお、気にすぎだって。ポジティブだな。あ、でもこうやって考えてる時は自分がまともだって思えてさ。ブツ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 。え、冒頭始めてる。あっと、どうした？あのさ、マジで告白しようか悩んでててさ。お、それだそれだ。ブス。終わり。それで、え、あ、どこがいいかなって。うん、どこでもうまくいくよ。そう、行くかな。行く行く。そっか、後がさよなら間違いないね。今のって相談成立してた。これが大型流、秘技共感か。かっこよく言うなよ。ケチャマサーマーやね。え、どうだろう、宇宙語とかで告白するのがいいかも。なるほど。ビビバビリビー、ケチャ面白い人って惹かれるからさ。バリビビビンバー。ダメだこりゃ。お前らいつまで喋ってんだ。やべ、また後で。オッケーオッケー。お腹すいた。後で食堂行こうね。はい、じゃあこの問題を。今13時6分か。うわ、俺出席番号6なんだけど。マジ頑張。今日朝6分遅刻したプリッツ。ああ、はい。あ、B です。なんで個人の遅刻時間知ってるの。違うな、ちゃんと予習してこい。お前キルされてる。じゃあ次の問題を。小テスト13点だったアッキー。いやー、アッキーでも頑張ったって言ってたよね。ね、なんだ、20点満点か。いや、100点満点だ。超えてんのかよ。前日にスプラしすぎたんだよ。テストだったんだよ。うん、小テストだからね。ガチテストじゃないからね。はい、答えは。C。 不正解だ。アッキーマジ本物としてこれからも精進してくれ。もしかしてファンだな。ああ、アッキー死ぬな。この先生やばい。はい、じゃあこの問題を。今日土曜日か。グランドの土に好きな子の名前をIA傘でこっそり書いていたケチャを。もう番号ですらない。すごい嫌だ。転身攻撃がすごいな。わからないのか。A。 はい、正解。片思いも実るといいな。しかも片思いって知ってるんだ。どんまい。もうダメだ。大丈夫大丈夫ね、アキ。はい、次の問題。13、1時だったな。じゃあ日本は大陸が一つしかないと思ってて、自分は北海道に住んでいると思ってたチグさ。うわー、チグちゃん。それは言うくらい。まあそれぐらいなら。しかもチリに弱すぎるせいで結構大人になるまでそう思ってたらしいぞ。先生やめて。とどめさしたな。チグちゃん、そうだよね、日本は大陸一つだよね。だから追い打ち錯乱してる。わからないのか。ヤバンです。はい、正解。あ、おかえり。なんかさっき悪い夢を。はい、次の問題にも。さっき13時6分だったから、じゃあ1月6日誕生日、ウハウハ真っ盛り、相当テンション上がってるプリッツ、おめでとう。プリッツ、うわ、おめでとう。おめでたいけど、生徒の個人情報漏れすぎじゃない。ほらプリ、誕生日だから好きな数字言ったら当たるかもよ。に、はい、違う。サンプレお楽しみに。あ、いい人だ。クリスマスが今年もやってくる。楽しかった思い出を消し去るように。なんでだよ。クリスマスか。クリスマスね。90爆発しろ。突然どうしたの。いやだ、なんでみんな彼女いるんだよ。俺おらんけど。え、俺もいない。え、あ、俺も。なんだ、みんな一緒かよ。おい、俺らにも聞けよ。いや、いないでしょ。なんでだよ、いないけど。彼女はどうせおったところでやろ。あ、じゃあやってみるか。やってみる。あきこのこと口説いてみなよ。イルミネーション綺麗だね。そうでござるな、そうでござるな。え、めっちゃキモ、ごめん。まるで。え、ちょっとかっこいい。僕らを取り込む星座のアジコ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 みたいだね。待て待て、なんて。解読不可能だ。わからんとかまだまだやな。難易度が高かった。いや、思いつかなかっただけでしょ。次チグ会長ね。こんばんは。あ、こんばんは。ねえ、今日は伝えたいことがあって。ドキドキ
プロポーズ？一生俺のこと構って、え、一生一生寝る間もなく朝昼晩一秒も空けることなく俺のこと構ってよ、構ってってば。会長終わってる、ロマンチックな背景もなくなってるから。え、あ、終わっちゃった。寝る間もなくって、束縛大魔神ガチャ君なんか言った？な、何も。こんなん参考ならんわ。まず参考にする前に作らなきゃだろ。ああ、どこかにアキコをドキドキさせてくれる殿方は現れないのかしら。役に入り込みすぎてる。あと君に決めた、スタート。アキコ声がいい、結婚して。彼女役交代で。嫌よ、嫌なのよ。アキ女優だね。ケチャ君行ってみようか。いやん、ケチャミ。何よ。俺さ、前からお前にな、何よ、早く言いなさいよ。エーペックスを教えたくて仕方なかったんだ。ふん、告白なんてされても。ん、大丈夫、手取り足取り教えてあげるから。ほら行こう、30時間くらいやったら大体わかるからさ。いや、ちょ、聖なる夜なのに。気にしないで。こっちが気にするわ。せいじゃないわ。クリスマスデートってもう分かってないな。お、いけるのかい副会長くん。会長そんな喋り方だったか。次はマズくん、君の人生を変えるかもしれない。こっちはこっちで役に入り込んでるんだよな。アッキーが言うんだ。任せろってよ。あ、また僕。どうも。何緊張してんだよ、初めてのデートじゃないんだから。うん、こうやって来年も一緒にいたいね。あれ、かっこいい。うん、あ、レンタル彼氏終了のお時間なのでお支払いお願いします。レンタル彼氏？現金でもカードでも大丈夫です。最近は QR コード決済にも対応してまして。ちょっと待てい。お客様、どの決済方法で？もういいよ。ケチャミ、そんなに追い詰められていたなんて。してないよ。あ、レンタル彼女ならありかも。ゲチャ、ダメだ、父さんは許そう。いや違うでしょ。アッキー、力の見せ所じゃない。任せて。おりゃ、ちぐこちゃん。なになに？ちぐこちゃん。うん、なに？ちぐこちゃん。声でかい、近い。俺にして。突然の懇願。うわー、ちぐ会長むずいよ。はいはい、よしよし。この新作のじゃがりこ美味しい。せやろ。ちょっと集中してよ。ラストはけちゃおうか。え、かっこつけちゃおうかな。会長お願いします。しゃーねーな。僕、君のことずっと見てたんだ。お、悪くないスタート。そしたら気づいちゃったことがあって。授業中にお菓子食べちゃったこと。僕のこと好きなんでしょ。え、ドキ。君さえよかったら僕と付き合おう。でも俺より背低いじゃん。いや僕の方が高いって。俺の方が高いよ。あー、今度は上履きシークレットシューズにしてる。してないやい、してないやい。どんぐりの背比べだな。なんかドキドキし合いこって感じで楽しかったね。はあ、バカして過ごすんが俺らのクリスマスか。嫌いじゃないくせに。やめろや。ねえねえ、血液型と性格は関係ないらしいよ。ネタで見ろよ。あー、やっと授業終わった。授業の終わり際上の空だったくせに。言うなよ。次の授業は国語だからこのワークが必要で、ノートの提出があって。偉いじゃん。準備してないと不安になるだけだよ。ふーん、真面目。でもお皿洗いは苦手だよ。どういうこと？ A 型は真面目と言われたら嬉しさよりも焦りが勝つ。アッキーって何型？なんで？あー、俺も気になる。な、何型に見えるとか聞いてみたり。でも面白くないよ聞いても。絶対 A 型。え、意外と O 型なんちゃう？なんで？いや何でもないよ。 A 型と言われると安心するけど、それ以外だとなぜか不安になる。あのさ二人今日暇？まあ暇っちゃ暇。今日僕ん家でみんなと映画鑑賞しようって言ってて、もちろんマジスとあっちゃんも来るよね。別にいいけど誰が来るの？まだマジスとあっちゃんしか誘ってない。さっきみんなって言ってたろ。その予定。B 型は楽天家で自由人すぎてついていけない時がある。ねえ、アッキーも映画鑑賞会しようよ。あれ？でも今日は新作のアニメ一気見するって言ってなかったっけ？あれ？そうだ、アッキーナイス、映画鑑賞なしで。むちゃくちゃだな。お前何型だよ？ B が頭文字の自由人の B だよ。全然頭文字じゃねえよ。元気な自由人である。お腹すいた、眠い。O型はお腹すいたと眠いが口癖。ちぐちゃんなんか食べる？眠すぎて食欲なくなった。ほな寝るか。お腹すいた。めちゃくちゃだな。わかるけど、ちぐって何型なん？ O 型だって。いや、ツボおかしくない？うん、何型っぽい？A 型っぽくはない。 AB 型？ B 型？こいつ O 型だよ。ほら机の上。あらー、おにょ。
大雑把な大型である。さすがにこの季節の屋上は寒いな。でもちょっとテンション上がるねんな。わかりすぎる。あれケチは？あれねえ、教室で携帯触ってたらみんないなくなってたんだけど。あれ俺ら屋上行くって言ったで。あらなあ、あのドラマなんだっけ最近有名な。 あれでしょ、高校時代に付き合ってたのに東京の大学に行くタイミングで別れを告げられてもう一回再会して、その時には耳が。 AB 型は好きなものにはとことんなのである。ケチャって AB 型っぽそうね。ぽいよね。特別ってこと？それで何型なの？ヒヒン、 AB 型やっぱり。あのね、血液型と性格は関係ないんだって。ネタで見るんじゃぞ。これ誰や。うわ、また落書きされたの？ヒヒ怒った怒った。ヒヒめっちゃ綺麗に描けたんだよね。たくよ。え、消せへんねんけど。え、マジ？ありゃ。おっと、油性か。マズチ、確認。大丈夫、油性ペンです。おい並べ。は、はい。あのですね、わかりますか、いたずらはいたずらの範囲で終わらさないといけないですよね。え、言ってる意味わかります？ A 型の喧嘩、最初は冷静に口論。は、はい。なんで俺らまで。いや、聞いとこ。うん、うん。そこ。は、はい。お前らも俺の牛丼の肉と玉ねぎ食べきったやろ。え？お、覚えてない。去年だよ。A 型の喧嘩は過去の話を蒸し返す。過去、本人の中では解消できていない。ごめんよ。牛丼帰り買うから。ほな、ええやけど。なあなあ、牛丼二つでもええ？いいよ。ねえ、秋。え、あ、うん。嫌なんか？いえ。ケチャだって確認してなかったろ。ふーんだ。そもそも、うんち書こうって言ったのマジチじゃん。いたずらとか子供じみたことするからダメなんだ。な。B 型の喧嘩は本音でぶつかるせいで、つい余計な一言を言ってしまうのである。ケチャ別にもう俺そんな気にしてへんで。そうそう、うんちマークも可愛いし。あ、ほんとだ、可愛い。ねえ、そうだね、ちぐちゃん。そうだよね。そこまで言わなくていいじゃん。ごめん、僕言い過ぎた。B 型は言いたいことを言っちゃうため気持ちの切り替えも早いのである。ツーン。なんであんなちぐツーンってしてんの？ちぐ、ごめんって。ねえ。あ、ケチャがさせたんだ。そうじゃないんだけど。ツーン。大型は不機嫌になって無視して黙り込むんじゃ。とりあえず謝っといたら。それでもいいんだけど、誠意が伝わらないから、僕自身しっかりと何が悪かったかをちゃんと整理して伝えたくて。ケチャが冷静だ。おっと、 AB 型は自分の考えを丁寧に説明し常に冷静なんじゃよ。これはちゃんと仲直りできそう。ジューン。だからとりあえず機嫌直してよ。やつ。だがしかし AB 型は相手を無理やり納得させようとしちゃうのじゃ。もう帰る、バイバイ。行く、待って。次の日。みんな、おはよう。お、仲直りはできてなさそうだな。顔やばいで。あ、しぐちゃん来たよ。ワクワク。ワクワクするな。おはよう、キャちゃん、昨日はごめん。大型は一晩寝るとどうでもよくなるぞい。考えたんだけど、牛乳は紙パックでも瓶でも美味しいと思う。しぐー。どういう喧嘩？牛乳の紙パックか瓶か論争してたの？うん。まあ、仲直りしたならええや。君は何型？誰に聞いてんの？バレンタインが来たよ。おお、元気だな。先輩、チョコあげる。なんで男からもらわなきゃならんのだ。こいつ料理うまいっしょ。もぐもぐもぐ。そうなんす。それにしても乾杯か。え、俺チョコあるんだけど。いや、自分で作ったじゃん。あ、そうだったわ。みんなおはよう。あ、ありがとう。あ、どうしたの？なんでなんでこいつがもらえて俺がもらえないんだよ。おい、こいつって言うな。俺チビに負けた。チビ言うな、会長やぞ。あれ、なんか髪が。待て。ギリチョコあげたんで自習時間作ってください。あれ、このチョコにも髪入ってるよ。なんだ、賄賂か。賄賂言うな。よく見たらギリってめっちゃ大きく回答やん。会長、これは一体。俺だって知らないけど、バレンタインは会長にギリチョコをあげたら願いが叶うってジンクスがあるみたいで。はぁ、そうやって合法的にチョコをもらおうとしたんですね。バレンタインのために生徒会長になりやがって。チョコ欲しい成人め。違う、別にチョコのためになったんじゃないから。本当に？本当本当。は、ある議題を思いついた。まず会議室を用意しろ。はい、ただいま。何の話し合いするの会長？うん、いつまで食ってんだ。内緒だ。ということで、モテる性格は何か話し合うよ。やっぱり元気。イケてさ。アホさ。変態さ。モテる男というものは一つものに限らず、あらゆるものを補いながらバランスがいいからモテるんだと。そう、つまり俺らにはキャラが足りない。足りない。そう、だからキャラ変するぞ。まずは誰に何のキャラが必要か募集する。募集って。はい、混ぜた先輩に元気さが足りないかと。俺ほらキャラ変えてや先輩。はよ。混ぜただよ。次。はい、アキにはクールさが足りないかと。はい、クールになってね。なんか嫌な予感が。はい、あと先輩に可愛さ変えてね。さあ、じゃあ俺
がかっこよさでケチャが無気力感でプリちゃんは赤ちゃん。赤ちゃん勝手に決められた。バブープリラノド、オナゴどもが見とるで。プテラノドみたいな言い方やめなよ。あ、女の子がいる。いや、こんにちは。僕にチョコレートをくれないか。イエーイイエーイ、楽しい。チョコもらえてないけど楽しい。みんな褒めと結ばれますように。バブー、これがいいのだよ。ねえ、そうだよね。みんな最高、ヤッホー。元気すぎてびっくりしちゃうね。おねー、チョコレートより君の瞳が一番綺麗だよ。くどいてんな。バブ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 、噛んだ。かわいい。バブ、さあゲームセンターにでも行こうか。あれ、諦めた？シャルラップ。俺もいいじゃん、なくいいだろうか。へへ、焦ってる。へへ、はあ、バブか。結局モテなかったし、バレンタインって忘れたいんだな。チョコ買いに行くぞ、お前ら。うん、バブ、もういっそのことチョコ作っちゃおう。もぐもぐ、いいね。みんなで交換してさ。そしたらもうアッキー作っとるから意味ないやん。確かに。まあ一度はチョコを作る女子の気持ちが分かることも必要かもしれないな。なるほどな。で、なんで生徒会室にお前らいるんだよ。そしたらまずはカカオを栽培して。待て待て待て、ん、待てちゃ、それは太陽の待て。おい、生徒会室に木植えるな。すぐ会長、そんなことしてる時間はないですよ。そうそう、もう今日は2月14日なんだから。そうか、じゃあ来年のバレンタインのために。待てって。そうだな、まずは買い出しだな。ワクワク。なあ、誰の金で買うん。まあ普通に考えれば。いや、え、待って、だってさ、みんなで割り勘すれば。ほほほ、すっごい、いろんなチョコいっぱい。これがホワイトで、ミルクで、ビターチョコ。うわぁ、いや、それケチャ。よし、最初に作るのは俺。お、まずはチョコを溶かして固めて、なんやかんやして、はい、完成。いや、なんで。ねえ、みんな食べてみて。うん、うまい。俺も負けてられない。食べるか喋るか、どっちかにして。じゃあ次は俺だな。おお、まずはケチャを用意するぜ。これを鍋に突っ込んで、え、ももちょ、待て、蓋をします。大丈夫か。とりあえず救急車。多分もう手遅れやで。ぷいぷい、はい、アウト。え、何、怖い、何のこと。しらばくれるな。完成、ケチャチョコ。手品。うん、イエーイ。えー、いや、なんで混ぜまで驚いてるんだよ。しゃべった。くそ、マジでチョコにされたぜ。でもこれで女の子にチヤホヤされるぜ。チョコー、よっと。チグ、逃がして。はい、じゃあ次俺。あ、気になる気になる。よし、まずはセメントを固めて、え、チョコの塗装をします。あれ、何作ってるん。建造物完成。おお、お食べ。死んじゃうって。しょうがないな、俺らが一丁見せたろか。任せろ。できた。おお、じゃあリスナーに渡すか。オッケー。元気をたくさん込めたよ。食べてね。これが最高傑作だ、食べろよ。いやーん、口開けや、ほらよ。はい、あーん、クソ硬いけど食えるよな。みんな僕を食べて。どーん。マゼ、おはよう、どうした。うわー、え、やっぱ無理ですよ。ふう、おかしいな、漫画では実際に成功してたのにな。なんでフィクションをリアルに持ってくるんだよ。やっぱダメかな、高身長に体当たり、入れ替わって手軽い身長伸ばそう計画。次会場行ってくださいよ。一番背低いんだし。いや、一番低いのはケチャだよ。いやいやいや、僕の方が高いし。いやいやいや、俺の方が。不毛の争いはそれぐらいにして。おい、この作戦続けるんですか。もちろん、ロンノスケ。ほんと誰なんだよこの人、生徒会長に選んだ人。立候補がチグ会長だけだったんですよね、確か。ああ、静かに絶望しないで。焼きそばパンが食べたいな。まだ売ってへんもんな。あれ、なんで朝から売らないんだろう、人気なのに。麺が伸びるからじゃないか。なるへそ。そういえば朝、マゼに体当たりだけされて。なんすかそれ。その後マゼ泣いて逃げちゃって。あっと、パイセンが泣かせた。何もしてないって。あれ、チグ会長とケチャだ。マゼ副会長もいる。おはよう。今朝のは何だったんだよマゼ。なんで喋らないんだろう。なんかしたやろアッキー。何もしてないって。プリは何もしてへん、多分昨日ケチャのケツに感情したぐらい。それだ、ケチャ行くぞ。会長、オッケー、せーの、おりゃ。うわ、会長どうしたの。ケチャごめんな、感情して。ちくしょう、体入れ替わらないじゃん、ケチャの嘘つき。会長だってこの計画絶対いけるわ、ケチャ天才って言ってたくせに。朝のってこれだったのか。後悔してるからそんな目で見るな。そんなに高身長になりたいならさ、よいしょっと。うわぁ、ほら、高い高い。ちょっとアッキー、会長も子供じゃないんだから。あ、そっか、会長ごめん。いやだ、下ろさないで。
会長も子供やなっていつまでタオルゴンドルねんケチャキラ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 で何かを訴える眼差し攻撃やめやしゃーないなおい待て嘘だろ高いすごいチグとケチャはいいのかそれでチグ会長楽しいね楽しいほらガラガラガライエーイなぜもする待てよてだって俺高3だぞいや同い年の会長はしゃぎ散らかしてるけど会長は精神的にあれだしそもそも俺は別にそこまで低身長じゃないしいや高くもないんだけどさでも肩車はプライドが決めたあっと頼んだよし来いわーだっけヘブなぜごめんよほら焼きそばパンあんやひょどうやって食べるのうちに近いなら食べれるよへーほら食べさせたろ先輩ほれーま、漫画漫画そうやっぱり高身長に体当たり入れ替わって手軽に身長伸ばそう計画は失敗かま、でもこれからの人生視界高いからいいじゃんそれもそっかいや、すまないであ暇だな暇ですね暇なくせに超元気やんそれにしても朝から小テストだから疲れちゃったあ担任山田だっけそうなんすよ副会長のマゼタンはまだしもどうして君たちまで生徒会室にいるわけ暇なんでもう中会長だって暇なくせに暇じゃないんだよこっちとらどうせ先生が生徒から募集したやつで遊んでるだけじゃん遊んでないってあれこれ何会長なんだろうやだやだ嫌な予感がするチグ会長引き寄せ体質だからねえ褒めてるそれ褒めてる褒めてたらいいんだ出た王様ゲームだなんかチャチ募集品なんだからしゃあないべえアイスの棒洗ってるかなさすがに洗ってるってはいはいはいケチャ君王様ゲームって何おおアキ教えたれえあえー、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 チューするやつだよあれ違うか思春期アッキーやばいゲームあと簡単に説明くじ引いて1が王様王様が何番って指名して命令するんだよすごいわかりやすいへえやってみようえ何が悲しくて男だけでやるんだそうだぞワンチャンなアハハなウフンがないじゃんあと先輩珍しく語彙力がやられてるまあやってみるか。まあやんないなら追い出すだけなんだけど。しゃあないな。まお遊びだからな。そうそう。こいつら。はい引いて。会長、不正してない？さっき混ぜたよ。あ混ぜたって言ったから混ぜたんからでいいよ。雑いな。はい抜いたぞ。せーの。王様誰だ？あれいない？あれ会長？えちゃんとあったよ6まで数字。俺様が王様じゃどうすんの何番何番いや緊張感ないやん暇つぶしだからなほならば3番と4番が見つめ合え最初から難易度高くないこんぐらいせえへんと面白くないからな誰だはーい3誰だはーいケチャかはい見合って見合って相撲みたいな言い方するなはいスタートむむむむむむこれいつまで俺様が終わりって言うまでおふざけ出したおひょーん僕の負け負けにらめっこちゃうんやけどもう終わりやなはいじゃあ次王様だ俺だお5番が王様に家を買うおいバカなのか王様の言うことは絶対って言ったじゃんこれは反乱起こって王様打ち首やなひいダメだよマゼタン今すぐできないものはダメチェーはいじゃあ次ちょいちゃんとしたやつもするからじゃあ王様早く王様の扱い雑だな4番と6番が隣同士で3点取りしていいよもう王様だ誰だはい2人も引いてはいよ俺だ嫌な予感パート2 2番と5番が熱いハグあ、俺2番アート先輩おお、来いアートパイセンおお、よしよしよしペットみたいになってるあのアットがケチャには弱いんだねあ、チャイムなったでえっとじゃねケチャ、教室どこだあちあちじゃねほないや、俺も5時間目出るから置いてくなおはようみんなおはようございます校門でなんで固まってるんだってなんだそのチョコお返しですバレンタインチョコもらってたっけもらってないっすよ
誰に返すつもりなんだ。あと先輩分かってないな。ギリチョコなんか誰に渡したか絶対覚えてないし、そうか余り物とか渡したのかなってなるんで、話すきっかけを作るんですよ。相当偏った考え方してないか。おはよう。はい、お返し。あ、デジャブ。もらった人だ。アキ、顔。え、渡してない？あれだよ、ジンクスのやつ、お願い書いてたやつ。あんな感じで。いきなり機嫌良くなった。多分普通に覚えられてないで。あれかわいそうだ。書いてたじゃん、自習時間くださいって。あ、なかったことにしてる。自習時間作らなかったから。そんな権限生徒会にないって気づいちゃったから。元気だな会長。他人事だな副会長。俺もらってないもん。ちくしょう、成績悪くしてやる。生徒会長にそんな権限ないでしょ。あれ、みんな何してるの。お返しするね。ねえねえ、一応先輩だよ俺。ねえねえ、お返しもらってなかったじゃん。それはカクカクシカジカで。なるほど、明暗。ちょ待て、後輩たちがおかしくなってしまってるんだぞ。先輩として止めなきゃだろ。おかしくない、やいべーだ。ほら、ブリが小学生みたいになってしまった。大丈夫大丈夫。あ、女の子だ。よし、アキ行ってこい。チョコありがとう、これお返し。え、3年生？いや、年上。俺1年。ギリみたいな感じでもらって。渡してない？嘘、大丈夫、受け取って。よし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 、よくやった。あとは僕たちに任せて。任せた。いや、もうやめな。シグ会長も止めてくれ。はい、おはよう。挨拶運動してる。女の子派遣、行ってまいります。お、行ってこい。おじ仲間、ありがとう。え、これお返し。え、燃える。学生じゃないのはアウトだろ。大丈夫、許容範囲。ギリチョコもらったんだよ、あの日。もらってよ。あ、よく頑張った。アキー、ブリちゃんは？楽しいですね。そうですね。いや、校門でゲートボールしないで。あら、お嬢さん、こちらのチョコはいかがですか。お返しです。あれは高等テクニック、秘技おじ渡し。先輩、えらくノリノリだね。一周回って楽しくなってきた。あ、え、ありがとうございます。いや、お返しです。なので連絡先を交換しましょう。え、怖っ、止めてください。通報しますよ。そこをなんとか。あ、青の水玉。あ、チャイムだ。よし、副会長、片付け任せた。え？朝マックでも行くか。いや。